早稲田大学の尾形と言います、えー。ちょっともうすごい人に挟まれた発表になってまして、いやいや緊張もしておりますけれども、あのまああのロボットというのは私の専門でございますので、最近のまあディープラーニングと言われるまああの人工知能技術についてまあいろいろとご紹介できればというふうに思っております。大丈夫かな。えー、私もとあの機械ロボットを作っていた人間なんですけれども、えー、そのそこでのテーマというのがまあ。 ロボットが心を持てるかというテーマを実演でやらされておりました。今からまあ二十数年前の話でございます。えっとまあその時のまあいう時の心というのはどういう意味かというと、まあロボットの自立性を高めていこう。つまりここでは早稲田大学というのはまあロボットの歴史は非常に長い歴史があるんですけども、えー、私のまあ亡くなったあの師匠であります加藤一郎先生、ワボット早稲田ロボットというシリーズを作られた先生ですが、その先生からまあロボット自身にまあ自己保存 自分自身をまあ維持するというような部分、まあ、外部と自分の内部を区別した上で自分を維持するという部分で評価関数を与えれば、まあ、ロボットがまあ心らしきそれがまあ外部からどう見えるかというのがポイントですけど外部から見てそのような 感情移入がができるるよううなな機会を作れるんじゃいいいかかところからまあ話がスタートしていますで私自身はその学部生の時に今ディープラーニングと皆さんが読んでいるニューラルネットワークに非常に興味を持っておりましてそれをまあロボットに入れてそういった人間とロボットまさに人間がそういう感情移入をさせるような行動をどうやって取らせるかといったようなことで学位を取りました。 で理科学研究所の脳科学総合研究センターに行った後にまあこの京都大学に、えー、と9年ほどお世話になりまして、えー、現在は早稲田大学に戻っておりますまあ、その時にまあロボット学会だとか人工知能学会であるとかまさにまあこういう分野、えー、非常に興味を持ってずっとアクティビティを続けておりますでまあ、今日メインのトピックでありますまあ、ディープラーニングなんですけど、まあ、これ この、えー、ビデオはですね、えー、私が現在の技術顧問をしておりますエクサビーザーズというまあ、えー、スタートアップまあベンチャーの会社があります。えー、そこの100万米に実を言うと一つあの。 会社もあの部長があるんですが、えー、それがまあ見せているビデオでございます、まあ、画像処理そしてまあ先ほども西垣先生からご紹介がありました通り、まり、あ、音であるとか映像もしくはテキスト、えー、いろいろなアプリケーションがすでに現実に皆さん使っておられるものの中に入っています、えー、そういったまあ技術をまあ使って実際にまあいろんなスタートアップ複数いっぱい立ち上がってます世界中で本当にたくさん立ち上がっているわけですが、えー、それが、まあまあ、市場としてまあ現実に設けているというそういう段階になるわけです ディープラーニングと呼ばれているもの、まあ、ニューラルネットワークという、まあ後でちょっとで簡単に概略をご紹介しようかと思っているんですが、えー、それが非常にまあ大きい、まあ、人間の一応脳みそをすごくシンプルにモデル化したものですが、えー、それのサイズが非常に大きくなってさまざまなものにまあ使えるようになった。 え非常にまあ世間に対して分かりやすいインパクトを与えたのがまあこのアルファ5であっただろうというふうにまあ特に日本ではそうだったのかなというふうに思っています。えー、と当時のまあ世界第4位、えーそうですねえー、だと思いますが、えー、負けたということがありましてその後まあこのアルファ5の後に今アルファ0という。 この α5 が全く叶わな,ないというソフトが今できていますこうなるともうその打ち手作ってくる業績というのは人間のプロも理解が不可能ということでまあそういう解析を行うそしてその α0 というソフトウェアは別に囲碁専門のソフトではございませんで同じソフトをまあ将棋でもチェスでもどんな類のゲームにも利用することができてあっという間にまあ人間のわか,からないレベルの強さに達するというそういう段階になります えー、ロボットというところで言いますと言ってるとそれほどまだ進んでいない段階になります、えーとまあ、ロボットのトップカンファレンスと言われている、まあ、非常に、まあ、研究的にレベルの高いところで、えー、ディープラーニングがキーワードになったのが2年前になります、えー、そういう意味ではまだまだと言えるんですがそれでも、まあ、いろんなトライアルがされている、えー、このデモンストレーションはプリファードネットワークというやはり、まあ、スタートアップベンチャーの会社が、えー、去年の CTEC で9月に見せたデモですが 片付けるというで,もです部屋を片付ける。でもアルファ号のインパクトとだいぶ違いますよね、これ世界第一を圧倒的に勝つわけですけど、こっちは部屋の片付けをするというレベルです。例えば今、ここに右側にこう物体をいろいろ認識してますって絵が出てますけど。 これ実は言うと、まあ、ディープラーニングの以前からもできたんですね、これが靴下だとか当てるっていうこと自体は別に簡単にできたんです、えー。ところがですね、ロボットにこれをやらせようとするつまり物をつかむってことをやらせようとするとこれ話が全く難しくなっちゃうんですよ。えー、例えば滑るかもしれませんしで持ってたところと全然違うところに重心があってとかいうことも起こりますしここハンカチとか靴下とかありますよね、こういうのはつかんでると形が変わっちゃいますよね。えー、こういったものを、まあ 今までのまあロボットでやろうとすると全くできなかったんです、えー、それがまあディープラーニングと言われている技術を導入することによって物をつかんで一定の場所に片付けるというデモをまあ見ていてまあ違和感のないスピードでそれなりのスピードで動かせるようになったこれロボット屋にとっては非常にまあ大きな出来事でしたえっ、ー、とずっとこのロボットトヨタ製のロボット HSR というロボットなんですけどこのロボット自体は今から12年前に作られているロボットです 2007年ですね、えー、つまり皆さんご存知のようにロボット自体はアシモであるとか、えー、他にも、えー、ボストンダイナミクスのロボットとか、えー、歩く走る爆虫をする、まあ、もういわゆる身体のハードウェアの機能としては相当に進んだところまで実へと来ています、えー、ところがすぐに皆さんの前に現れないのは物を見れない、えー、人がわからない聞こえない喋れない、えー、そういった一般の普通に誰でもできそうなことが実は全然できないということに問題があったわけです それがまあディープラーニングはその一つまあそれをもしかしたら解決できるかもしれない、まあ、あるレベルでしょうけどもあるレベルであれば解決するかもしれないという可能性を見せているという段階になります。 これももう、えー、既にお話しいただいた内容なんであれですけどもディ、えー、プラーニングというのはもの、まあ、を認識するという例えば物体が何だとか音が何だとかそういうふうに当てるっていう問題でも、まあ、人間の能力をいろいろ超えたりするんですけど、えー、それ以外にも生成新しく思える本当に新しいかっていうのまでいろいろ議論があるんですけど、えー、そういったものを次々と生成する機能を持ってます、えー、例えば、まあ、この例ですとこの写真をこの絵の テキスチャーで変えて新しく描き直してとかいうとこういうまあ絵を作ってくれるとか、えー、もしくは教えるのは眼鏡をかけてる人眼鏡をかけてない男性眼鏡をかけていない女性これを学習で教えておくとこういう演算をしてごらんと頼むと眼鏡、えー、をかけてる女性は勝手に自分でどんどん作ってくれるとそういうことが起こりますあくまでも過去に覚えたことの、まあ、ちょっとモディファイして使ってるっていう。 ことなんですけれどとは言ってもまあ利用の仕方としては大変便利まあ便利というのかまあ他にもいろいろ問題を話すわけですが、えー、そういうものになっているわけです。でまあこれもすでにお話ししていただいたことの中のまた続きですが、えー、と今、えー、世間でいろいろ言われてる AI と言われているものはまあその AI というものの中のカテゴリーの中ではまあちょっと 今までと、まあ、いわゆる伝統的な AI と言われているものと作り方がやや違います。えっと、いわゆる人工知能というものは、やはり人間が自分のメンタリティというものをまあコンピューターの中で再現して、コンピューターで再現す、まあまさにあの、まあ、法律の話であるとか、医療行為であるとか、はい、こういったものをちゃんとコンピューターの中でも作れるように、やれるようにしましょうという、そういうものだったわけですね。なので、作ったシステムはあくまでもまあプログラム上ですべてある、えー。そして人間が理解可能な存在。 であるということになります。えー、ところがそのもう一つまあ、全く逆のアプローチというものが取られるようになりました。つまり事例からどんどん学習させていこう。 えー、つまりルールをすべて書き下すのはなかなか大変だとそこにはどうしても曖昧性が残るだからその対象は曖昧であることを認めた上で、えー、その曖昧さも含んだまま学習をさせてしまってそして、えーとまあ、人間の行為であるとかもしくは、えー、いわゆるまあ学習させたい対象その現象を再現するような、えー、そういうシステムを作ればいいんじゃないかそれがまさにまあ 最近は機能的という言い方をしますけれども、まあえー、学習と言われているその中でも特にこのディープラーニングという手法は非常に強力な手法だということが分かってきているということであります、えー、つまり今までだとちょっと扱えないような非常に高次元の例えば生画像をそのまま直接入る扱えるとか音声音楽といったものを直接扱える、えー、そういったものが、まあ、認識するだけではなくて自分で作り出すという部分まで含めてできるようになってきているというのが、えー、現状です ただ、まああの、何が起こるかというとです、ねまあとでもう少し詳しくお,お話しますけどこれデータを壊せているとその学習させていないことでも、まあ、それなりにやるようになってしまうというシステムなんですね。えー、犬や猫やゾウさんを認識さし,しなさいといったときに、えー、犬や猫,さん猫やゾウさんの、えーまあ、写真をいくつか準備しておいて、えー、それを学習させておくと見せたことがない犬の写真見せたことがないゾウの写真を まあ非常に精度よく、非常にちょっとしか写ってないとか、アップでしか写ってないとか、そういうところでもまあ当てられるようになる、そしてその性能というのが、人間の性能を超えるというわけです、まあ、写真の認識に関してだけの話ですけどね、えー、そういったときに、中で何が起こってるのかというのが非常にわからないわけですね、えー、まあこれが一つ大きな問題になってきます、まあ、後ほどもう一回ちょっとと議論をさせていいただこうと思います。 でまあ、ここはあの今日はあ,の、まあ、あ,のある程度理系というかあの専門家の方もいらっしゃってるというふうにお伺いはしてるんですけども少し大ざっぱに、えーまあ、ニューラルネットワーク少しだけおさわりをしようかと思うんですけど、えっと、そのモチベーションというのはもともとはまあこういう人間の脳から来ている。 とということがあります、まあ、サイバンティクスのお話もありましたが、えっとまあ、こういう NHK の、まああのー、番組とかでよくこういう脳とかの番組でこういうニューロンっていうのがあってとかパルスが通ってとかそういう話があったと思いますが、えっと、こういうのは、まあえー、こういう細胞が脳の中にまあ1000億ぐらいございましてネットワークを持っているというわけですでそれぞれこういうい電気パルスがバラバラバラっときてその電気パルスが来ると膜電位が上がってその膜電位つまりでん中に電荷がたまるわけですねでそれれが抱えきななくなると電気パルスを放出して 電位を下げるというそういう仕組みになってますでこのくっついてるこうちょこちょこくっついてるところを大きくするとこんなふうになってまして、えー、実は電気パルスが来た量に応じて向こう側にまあイオン、まあ、ナトリウムイオンとかそういうのを渡してその電化を伝えるわけですけどそれを伝える物質がある脳内伝達物質ってやつですね、えー、この放出の仕方が多かったり少なかったりすることによって向こうの膜電位の上がり方が変わるってわけです。 でこう本当にこれをちゃんとやろうとするとちゃんとモデル化しようとすると本当はすごい難しいですいまだにちゃんとしたモデルはできていないと言えます、えー、よく使われるとされるホジキン白数例とか言われてる式でもパッと作るとすぐカオスになったりとかもわけわかんないモデルですなんですけど,なんですけどこれをえいやとモデル化した人がいます今から75年前にこんなモデルがあります えー、マクアロとスピッツさん、えー、数学者と医学者の方のまあ共同で作られたモデルです1943年そう戦時中でございますが、えーまあ、こういう概念モデルを作られました、えー、そしてその概念モデルがそう今のディープラーニングでも実はこれをそのまま使ってます これ納得いいいいいいかないという人が今でもいっぱいいるんですよ。こんな単純にしていいのかという人たちがいるんですが現実にこれでうまく動いちゃっていていろんなモデルが提案されるんだけどなかなかそれを超えられないという段階になるでこのモデルの気持ちをちょっと簡単にご説明しますと、えっと、さっき電気パルスがパラパラパラってくるって言ってきましたけどその送られているパルスの数ですねそれでまあいっぱい電気を伝えるわけですけどそれがこの x だと思っていただければ。 でそのパルスに応じて神経伝達物質が向こう側に渡って電荷を上げるんだって言いましたけどその上げ具合ですねどんからい放出するかっていうそれがまあ W だと思っていただければいいわけですねそうするとまあいろんな細胞からこう信号を受け取ってきてでその W がかかってくるとそれが内部電荷に変わるというわけですなのでそれをこうやってえいやって式にこう変えちゃったんですね、えー、つまりできたあ来たパルスの数にそのまあどのくらい電荷 まあ向こうに伝えるかっていうのを掛け合わせてこれ全部足しちゃってそうすると向こうの電位がこれだけ上がりますとでこれだけ上がってそれがある式位置を超えたらドンと出ますとそういう式ですシンプルですよねもともとこれまあちょっと難しいこと,、えー、とベクトルだったわけですよ本当は高次元のベクトルだったわけですね それがただの1スカラー値になっちゃうただの値になっちゃううわけですねそういう意味ではちょっとシンプルにしすぎだろうと思っている人たちはいまだにいっぱいいるんですけどなかなか難しいという段階になります。でこれ学習をするんですけど学習をするっていう時には何を変えるかというとこの W っていうのを変えます。まあ、来る電気のパルスの量自体はもともともう大元はまあいわゆる感覚器とかモーターとかそういうところにつながっているのでまあどうしようもないのでこの W を変えるわけなんですね。 でまあ、そのときの学習の気持ちというのを非常にちょっとラフな説明をさせていただくと例えば、ですね、まあ、こ,のこれがまあ,ある人だったと思って今から何かある馬券を買おうかなと思ってるとで1かマイナス1もしくは1か0買うか買わないかって決断を出さなきゃいけないという時に、えー、ときにこの人は1って言ってくるとでこの人は0って言ってくると要するに買えとか買うなとか言ってくるわけですいろいろ、ね、でこれが信頼率なわけです。 でこの人の言うことはよく分かるなという人はまあ W が大きい値ですしこの人は何か言うことをもしょっちゅう当たったり外れたりよく分からんなという人は W が小さくなりますしこの人不思議なんだよな言うこといつも逆なんだよなという人はマイナスになるわけですね W が逆やっとけばいいだろうとで、まあ、その時に自分がそれで最終的に買う買わない1・0の決断をした時に当たったならいいんです当たったなら放っておきます間違った時 ある程度そうすると間違ったらその間違ったのを自分のせいにはあんまりしないで他の人のせいにするんですね自分のせいにするのはこのシーターというのを買います、えー、買って失敗しちゃったっていう時はシーターを上げて次は買わないようにしようとか、えー、買っときゃよかった時はまあシーターを下げるわけですねそれで、えー、他にもお前なんて言ってたっけっていうわけですで買っときゃよかったのに買わなかったって言った時に買ったって言ってくれた人たちの信頼率を上げます 逆のことを言った人の信頼率は下げるわけですね逆もそうです、えー、買わなきゃよかったっていうときは、えーね、買わなきゃよかったっていうときにも、えー、その人の何て言ってたっけというのに合わせてこの W を調整するというのあります原理的にはこんだけです 本当は数式いくらでも展開できますし、えー、とその難しい議論最適化とかいろいろ言えるんですけど原理としては自分がやった結果に対して間違ったとっいうときにその間違った責任を後ろの人にこう伝えていってお前の信頼率変えるからなってやるんですそれが学習ですそうするとですねこの実言うとこれ後ろの人も実言うと自分の意見で言ったわけじゃなくて他の人の意見を聞いてるんですねこれ <laughs> ここにやっぱり他の人の意見を聞いててでこう怒られちゃったとすると その責任をやっぱ後ろの人になすりつけますお前が悪いんだって言ってお前の責任率を変えていくんですねそれでその言われた人はまた後ろの人に責任をなすりつけていきますこういうのを誤差逆伝播っていいますつまり怒られたらその責任を後ろになすりつけてまたなすりつけてなすりつけてっていうふうにどん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 やっていくてわけです、まあ、この仕組みで学習をしていくんですけど当然ですけどそういうことをやると問題が起こります なんとなくわかると思いますけど、えー、要するに組織がでかくなるとその階層構造がでかくなって怒ら,怒られたよ怒られたよっていうのにつながっていくと、えー、誰が本当に悪かったのかよくわからなくなります責任が伝わらなくなりますね、えー、具体的にはどんなことが起こっちゃうかというと、まあ、誤差がうまく伝わらないって書いてありますけどこれがそうですうまくこう後ろの方に責任を転嫁できなくなるんですけど何が起こっちゃうかというとですね大体一人の子に責任が集中しますその子は いろんなパターンでうまく出,力を出せてるる子でであることが多いですで。その子に信頼が集中してしまってで W の値がすごくでっかくなったりすごくちっちゃくなったりとかいうことが起こっちゃうんですね、えー、これがその、まあ、原因の一つになっていて、えー、あまり大きいネットワークだと学習ができないっていうことになってたんですね、えー、それがだいたい90年代ぐらいの話でございます ところがですねそれを解決するアイディアというのが次々とアルゴリズム、まあ、よく、まあ、あの最近の AI はすごくなったとっいう時に言われるコンテキストというのは学習データが増えたとか計算機が速くなったとっいうのが言われるんですけど、まあ、確かに、もちろんそれはそうなんですが、えー、とそれ以外にもいろんなアルゴリズムが開発されたんですね。 えー、要はそういう偏りをなくしてあげればいいんだから学習するつまりこの、えーまあ、現場でこうなんかやった時にこうなんか怒られたっていうのも責任を転嫁していくわけですけど、えー、そのデータのばらつきをもうちょっと抑えるようにノーマライズしましょうとかで、まあ、ちょっと分かりやすい例だと例えばです、ね、ドロップアウトという技術があるんですけどこれはですねこれ,あこれみんなこのそれぞれの層にいっぱいニューロンさっきの丸いやつがいっぱいいると思ってください。で,です、ね、この子たちにルーチンを取らすんです。 時たま休めってやそうするとですね入ってくるデータつまりやんなきゃいけない仕事は一緒なんだけど休まなきゃいけないので休まされちゃうので、えー、そうすると、えー、誰かキーパーソンっていうのを一人に集中しづらくなるんですねでその子がいなくなったら似たようなことをやってるけど別のやつが別のやり方で回答をするようになっていきます対応するようになっていきますつまりちょっと冗長性を与えるようにしてあげるんですね えそうすることによってまあ学習がうまく進むみたいな技もあったりします、えー、他にもまあ個人の能力を上げるつまり出力値がまあ上限とか作らないでお前はとにかく責任を持てるだけ持てっていうようにまあ関数の形を変えちゃうとか、えー、といろんな技がまあ提案されてきました、えー、これによってですね、えー、まあこういう非常に大規模な、えー、まあニューラルネットワークっていうのがまあ学習できるようになってしまったというのが今の状況というふうに考えてください さて、えー、とここからちょっと自分のロボットの説明をしていこうかと思うんですけれど、えー、とこれはですね、まあまあ、ディープラーニングはそんなにロボットにまだ使われてないって言ってたんですけどまど、あ、そのブームになるちょっと前ぐらいに、えー、と今の。 産業総合技術研究所っていうところがあるんですけど、計算者が作っている研究所、そこは人工知能研究センターというのを立ち上げまして、えー、と現在私そこに20%ほど勤めております。えー、早稲田大学80産総研が20ですでそこでですね、えーと、少し産業寄りのこともやれということだったので、まあ、ロボットに仕事をさせましょうと。 でその時にまあ選んだターゲットは先ほど柔らかいのは難しいんだという話をしましたけどこういうまあ柔らかいもののハンドリングですなんでロボットが柔らかいものをハンドリングするのが今まで難しかったかというと,、えー、とそれはロボットがまあ今までどういうふうに動かしてきたかという動かし方によります今までロボットがです、ね、物を見て掴むというのはどうやるかというとです、ね、まずこの掴まなきゃいけないもののモデルを普通は持っています、えー、理想的には3次元のモデルです でその3次元のモデルをその今カメラでこう撮ったとしてその3次元のモデルとフィッティングすることでカメラからどういうところにあってどういう向きに置いてあるかっていうのを判断しますで判断した後にその中で持てる領域を人間が先にその物体のモデルの方に与えておいてここを持てって書いておいてでロボットの腕のモデルを全部こう最初は持っててでその腕のモデルを計算してどうやったらこのモーターをどう動かすとこの手先がそこに行くのかっていうのを計算するんですね すごい時間がかかるんです、ね。産業用ロボットがさんさあさっと早く動いて見えるのは、あれ、必ず置くものが同じで、置く場所も同じだからなんです。基本的には、もしも不特定に物を置いたりすると、すごい計算が必要になります。しかも、タオルになると形が変わりますので、えー、さらに話がややこしくなります。ところが、ディープラーニングの場合は、先ほど、高次元のデータ、画像を直接扱えるという話をしました。なので、そういう高次元のデータを直接扱えてしまうんですね。 これはその学習をした後のこの上の図とかは分からなくていいんですが、まあ、神経回路のえ状況を見てますこの一個一個のピクセルがさっきの丸いやつですニューロンっていうふうになってます RGB それぞれにピクセルのニューロンがありますでこれが見てる画像ですでこれはそのロボットが頭の中でというかそのニューロンを使って生成している未来の映像です、えっと、つまり動いてる最中にこういうふうに変化するんじゃないかということを先読みしながら動いています こうやって予測をするということによって、まあ、学習が楽になるというんでしょうか、まあ、予測できるように学習してあげるその時のイメージの中には、えー、とこの画像だけではなくて自分の腕をどう動かすべきかつまり自分の体をどういうふうに動かすべきかという体についての学習も同時に行うような仕組みになってますさてこれをやるとどんなことが起こるかというと,、えー、と今までですとタオルを置いてちょっと形を変えたりするとまあ 動き出すのにさっきの計算を全部しなきゃいけませんのでそのタオルの変形したのも含めて普通は数秒下手をすると数十秒かかってから動き出してたわけですが、えー、これはご覧の通り見た途端に動き出します、えー、プレイスペードかける2って書いてありますけど、えっと、この,あのビデオを撮ったあにこの速度を4倍速まで上げられたので大体このくらいのイメージで動くと思っていただいていいと思いますこうやってまあ学生が適当に反雑に置くと、まあ、それをつかみに行って撮ると。 でいくつかのタオルで学習はしてるんですけどこれは知らないタオルです、初めて見るタオルで頭の中では自分が知ってる一番近いタオルが頭の中で浮かんでますでそれを使ってまあ取りに行くということが起こってきますでなんかある学生が面白い半分に本を置いたんですねこれ、頭の中ではタオルになってますタオルだと思っていて何の疑いもなくタもう思い浮かんでるタオルですそれで掴みに行くんですが問題がないんです、ね。 この子僕の子僕手を見せてもタオルになりますちっちゃいタオルが出てきてこう動くとそのタ,オルだけタオルをつかむんで畳むってことしかもうないんですねそれをもう見てる非常に強いトップダウンのイメージ世界のイメージが先にあってでその中に自分の行動に関係するところだけが見えるというか変化をするというそういう仕組みになってますこういうのも茂木さんとかアハ体験と呼んだりしますよねいわゆる目の前に写真に見えてるけど直接自分の行動自分と関係がないものはなかなか気づかないわけですね まあこれがそのまま人間のモデルになっているかどうかはちょっと置いといて、まあ、非常に強いトップダウンの予測のイメージがあるということが行動、まあ、をうまく成立させているということですでこれをまあいろんなところで見せていたら、まあ、1回、まあ、生で展示をするというのを3回ぐらいやったんですが、えー、企業さんとの共同研究というのがまあ始まってくることになりましたで講演はです、ね、先ほどご紹介したエクサウィザーズさん がまあ、私は技術やってるんですが、えー、と私のモデルを再現したいということを言ってくださって、えー、でそれをあ e デンソーウェーブさんというロボットメーカーあとベッコーフォートメーションさんというドイツの制御機器メーカーですねこの3社で合同でやったロボットデモンストレーションです。でこのロボットの場合はですねビジョンと腕の動きだけではなくて力学が入ってます。 そうなんですさっきのタオルを畳むロボットって力の感覚はないんですよ力の感覚なくても畳めちゃうんですけどこの子の場合はさらに力学もその学習の対象に入れようということになりましたでこの、まあ、やはりタオルを畳んでくれたんですけどタオルじゃなくてもよかったんですがまず再現したいということでやっていただきましたこっちが実際の映像でこっちがディープラーニングが予測している未来の映像ですここまでくるとこの画像を作るだけで20万個以上のニューロンを使って再現しているということになります でデータをまあいくつか与えてあげれば、えーそのまあ、途中から始めたりこうやって人間が途中で邪魔したりとかしてもまあ対応ができると。で原理的には同じハードウェアそして同じほとんど同じソフトウェアだけど学習データを変えればやることを変えることができるようになります。で、えーまあ、サラダをこれは一定量入れるわけですがこういう時は力の感覚を覚えてるというのがかなり効いていて、えー、とこう手で。 自分がサラダ持ってるかどうか隠れちゃったら分かんなくなりますので、えー、とちゃんと力格学が学習で聞いてるわけですね。 でデータを集めてくるという時にはまあこう人間がまあこれ今バーチャル空間でロボットになってです、ね、こ,れでこうやってるわけですけれど、えっと、この時の、えーまあ、我々呼んでるのはまあ人間のスキルをコピーするという言い方をしてます人間のまあものをつかんで、えー、認識してとかいうような能力というのをまあいくつかのフローを与えることによって感覚と運動の,まあこの統合した情報を与えることによって、えー、それを再現するようなシステムをディープラーニングの中に作っていこうということです。 しばらくムービービで <laughs> もう一つが、ですねこれは去年の9月ですね、GTC カンファレンスというのがありまして、この方がですね、まあ、ディープラーニングをもしもやってらっしゃる方がこの中にいらっしゃると知ってるかもしれませんが、あのジェンスン・ファンというエヌビディアという会社がありまして、エヌビディアという会社は GPU というまあディープラーニングに非常に重要なまあ並列計算機をメインで売っている大きな大きな会社になんです。 なっちゃいましたけど、えーそ,のえー、それがですね、えー、と品川でまああのこういうカンファレンスを開いてくれた本来、も世界中でやっていて、えー、シリコンバレーもやってるのはヨーロッパ、中国いろんなところでやってるんですが、えー、それの日本版ですで、まあ、ここには AI の研究者5000人ぐらい集まるということがありましたので、まあ、そこでデモンストレーションさせていただこうとでこっちが日立とのデモで,でこっちが先ほどのテンソーウェーブさんそれからエクサさんとの,まああの合同デモの続きのバージョンです。 ひ、えー、さんとやったのはです、ね、ドア開けです、えーと。これもやはり人間のスキルをまあコピーしていこうというところから入るんですけど、えー、とこのロボットにどういうことを学習させるかというとドアに近づいて開けて通り抜けるという一連の全身動作を学習だけで全部再現してみようということをやっています、えーとまあ、これはまあ今教えてるところですけどドアに近づくということのスキルを覚えていくディープラーニング それからドアを開けるっていうスキルを覚えるディープランニングそして通り抜けるっていうことを抜けるディ覚えるディープランニング、えー、何種類かのディープランニングが共同して全身動作を作るとそういう仕組みになってますで学習をしてしまうとそれぞれのモジュールはバラバラに教えてるんですけど例えばこれ、えー、まあこのくらいのスピードで動くっていうのも実言うと いわゆるマーカーとかついてればまあそれなりにスピードで動くというロボットがありますがえこれは何もマーカーとか何もない状況でえこのスピードで動くっていうのはそんなにはないえロボットということになります。でと 例えばですねこの、まあ、次のムービーがそうですが近づきながら手が動き始めるみたいなことが起こってきます。これはそれぞれのスキルはバラバラに教えているわけですけど、えー、とそれを組み合わせるという部分を、まあ、それぞれのネットワークが自分が予測している未来の状態に基づいて、まあ、自律的に判断をする。 これは移動するというところのモジュールのチェックです。もうあの好きなところに置いて勝手に寄ってきます。えっとこれが下が実際の映像でこっちが予測して作っている未来の映像ということになります。で常に同じ位置に立つことはできないので例えばこの位置に立ったらこうつかむとかあと別のところに立ってもちゃんとつかむと。まああのちょっと ドアのノブが透けて見えたりするところもありますけど、まあ、あの未来の映像を予測しているということがお分かりいただけます、えー、そして、まあ、ポイントはです、ねまあ、学習でやりますのでプログラムが不要ということですから、えー、例えば新しい丸ノブを足したいというとこれ1日ぐらいの学習で済みますで押して抜けたばっかりじゃずるすぎませんかって言ったら次の日に引くっていうのを作ってくれました、えー、近くあのニューバージョンのロボットが出てきます えっと今までの説明の繰り返しかもしれませんが、今までだとその環境だとかロボットとかのモデルを人間が一生懸命プログラムをしなきゃいけないと、それから制御をどうやるかもプログラムをしなきゃいけない、画像処理どうやるんだろう、シーケンスどう組み合わせるんだろう、ノイズが来たらどうするんだろうっていうのを全部人間がプログラムした上で最後に実機でしかも調整するという、そういうことが必要だったわけですね。ところが、今のこのやり方というのは実際の環境でのデータから直接動きますので、非常にそのまあ開発期間をまあ短縮できることになります。 えーまあ、こういうやり方というのが、まああのまあ、これはまあちょっとデモンストレーション的な部分がありますけれど、えーまあ、ある程度利用できるということを見せた例です。エクサさんはまあ先ほどのデモをもう先にやってましたのでテンソーさんとの組み合わせでさらにもうちょっと実用性のある話にいくことになりましたそれがまあ一つの例がこういうい粉体氷量です粉を測るって言うんですけど最初聞いた時粉を測るなんて簡単じゃないですかと思ったんですけど これ結構難しいんです小、ねえーまあ、この粉の状態というのはま当然変わりますね作ってるうちにそれで、まあえー、とその場所をちゃんと探してきて取るということをやらなきゃいけませんし、えー、それからまあ湿気とかで固まっちゃいますのでどうしてもこの一定量入れすぎちゃったりするその時にまあ戻したりとかすることをやります、まあ、直感的には常路を使ってジャーッとやればいいじゃないですかって話になるあこれがまあ取り直して調整しているところですけどそのじゅいわゆる、まあ どこでもある塩とかならまあでっかいこう浄炉とかに入れちゃえばいいんですけど、ここでのイメージはあの薬を作るようなイメージですね、あのその粉自身の扱いを気をつけなければいけない、大量にどさっとばらまいてはいけないような粉、まあ、一部毒性があったり放射性があったりとか、そういう粉をまあ今、薬剤師さんがまあそういう危険を冒してやってらっしゃるわけですが、えー、そういう部分をまあ自動化できないだろうかという、そういう試みです。 でこれ最後のエグザンプルですけど、えーと、これは液体です、今度は耐性建設さんになります、えー、もうすでにいろんな会社がもう手を出しているということをもご理解いただけると思うんですが、えー、とこれはですね、まあ、やはり粘度が違う、いわゆる、えー、ドロドロ、もしくはサラサラ、いろんな液体があるわけですが、えー、それをまあ一定量入れましょうと。 でこれも常ロに入れればいいじゃないですかと思うわけですが実際はそうはいかないわけですね、えー、とやっぱり非常に貴重な薬品とかは瓶のまんま使いたいということが、まあ、現場のニーズとしてあるというわけですで,、えーとでまあ、人間のやっぱり動作模倣から学習をしていくんですけれどそれをさらにまあ自立学習というのをやることによって人間の10倍ぐらいの精度まで上げることができるようになります で面白いのはさっきの,あの本と同じような話なんですけど、えー、とこの子はですね、まあ、2種類の、まあ、年齢の違う、まあ、ネバネバのやつとサラサラのやつがあるんですがそれを学習させておくと、まあ、これ消臭ビーズを測るとかですねこれお米を測るとかですねこれホットケーキミックスを量る全く初めて初見のものを。 いいきなり測るということをやってますこれ、振っているのはですねこれはまあロボットのモーション、あのこれはあの普通のロボティクスで作っているモーションですけど、これでこうどんな粘性か測ろうとしているわけですけど、まあ、揺れないからよく分からないわけですね、でも分からないまま頑張るとで、この子も同じようにやっていますで。2種類しか液体は経験していないですけれど、えー、しかしまあ非常に高い精度でこれを測る、ここら辺から人間の今、モーションに変わってます、これもそうですね。 人間のところからこう持ってきたもちろんこうう力学とあとビジョンも関係しています、えー、とビーカーに入れようとしてるのかこういうお皿に入れようとしてるのかとかそういうところは、えー、このディープラーニングで認識をしているわけですね。まあ、こういうういでしょうかその いわゆる学習させたデータというところからそれを超えて学習させてないところの領域に適用できる、まあ、これはもう画像認識でも音声認識でもまあそういったことになるわけですけどもそれがまあロボットの場合だと力学とか動きとかあとまあ触覚とかも入りますけど、えー、そういったものにまあ,ある程度使えるようになっているとこれが150が150.04になってますけれど、えー、要するに弾1個はずれないという感じですね。こう50を頼んで50 0いくつのはずです、えー、そんなようなデモンストレーションがまあこうやってできるわけですまあ、これ体制建設さんが中でいろいろ勝手に遊んでたということらしいんですが、えー、そういうことができるようになってますでですねまあこういうロボットたちのデモンストレーションまいろいろやっていてまあ、動いているんですけどまああの少しそのいろんなところで講演する機会があってまあやはり 今、まあ、この、えー、シンポジウムで話題になってるような、あのー、こういうロボットたちが勝手にいろんなことをやりだしたらどうする的な議論もしくは AI そのものに関する、まあ、議論というのがやはりあるわけなんです。で、えー、と例えばですね去年、まあ、早稲田祭っていう早稲田の文化祭があるんですけど、えー、そこでまあ,あの質問コーナーみたいなのがありまして、えー、そういうのを受けることにしました。 で,まあ、でも行ってみたら非常に柔らかい感じの質問コーナーの場所で、まあ、小学生とかがロボットってどういうふうに作るんですかとかかわいい質問してくれる中でですね、えー、大学生が来てくれた質問っていうのが、えー、結構な人数いたんですけど、えー、AI が恋ができますか AI と恋がしたいですっていうやつが来るわけですね。 人間と恋をしてくださいっていうのが最初の回答になるんですけど、えー、これがなんか大学生複数大学生が来るっていうのはちょっとまずいなと思いながら受けたんですけど、えー、と先にその僕自身の意見を言うとそのディープラーニングという技術をやっている限りの話においてはそれが自律性を持ったりだとか行為をするということはま,あまずありえません。ただの機械学習のツールです えなんですけど今の大学生はまあ2次元の円に恋をするというのは平気で普通にされますよねなのでそういう意味ではそ,のそれっぽい振る舞いをする機会を作るということ自体はどん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 上手くなっていくだろうというふうに考えています、えー、そういう意味においてはそのいわゆる中の話とその人間がどうそれを受け止めるかっていう話はちょっとこれ別個に考えないと。 どううしようもないつまりこっちは説明を尽くしてこれはただの機械ですよとかこれただの絵ですよと言ってもやはりまあそういうことは起こるわけですよ、ね。で僕自身はその信頼ィっていうのはなかなか起きないよと思ってるっていうその気持ちというのはそのとてもじゃないけどやれないことが多すぎるっていうのが今の気持ちとしてあるからなんですね。その今の状態そののの今状態まあ エージェントとしての AI ですね、まあまあ、身体をロボットのように身体を持たなくても構わないと思いますが、まあ、しかしそのこう、まあ、入力と出力を持つ AI というものが、えー、その自分の自身の可能世界であるとか未来だとか想像できるんだろうかとかもともと時間って概念が持てるんだろうかとか信念だとか欲望だとかって何じゃとかそもそも何々しなければいけないってさっきまあ社会的制約という話がありましたがそれをジェネラライズして理解できますかとかもともと事故と他者なんて概念持てますかとか。 全く手も足も足出なないいっていうのが個人的な印象ですつまり機械学習をやってればよくなり、英語が強くなるとか、物をうまく扱えるとかいう議論と、こういう話って全然関係ないとは言わないですけど、おそらくディープラーニングが一つのツールにはなるんじゃないかって期待はありますけど、ただ、すごいギャップがあるイメージです。なので、ディープラーニングはまあ大革命だと言われますが、えー、それに負けないか、まあ、それ以上の革命が何回かやらないとととてもじゃないけど、追いつかないんじゃないかというイメージで思っています。 あと、仕事の話とかも先ほどありましたけど、そういう意味では仕事にが奪われるっていう類の議論というのは僕はあまり関係ないとうう思っています。えっと、これはどちらかディープラーニングというのはその新しい知能として捉えるというべきものではなくてどちらかというとコンピューターとかインターネットのようなものだと思っています。すごい技術革新ではあるということです。なので、PC やインターネットがガンと出てきたときに何が起こったかというと、確かに一部の仕事はなくなったというか、ま、あ 形を変えたっていう言い方でしょうか、えー、が起こりましたけどその代わりに新しい仕事もいっぱいできちゃったっていうことがあるわけですねそのインターネットやコンピューターができて我々が研究しなくてよくなったってことはないわけですよねむしろ論文を書くペースは速くなりましたし求められるクオルティも上がったわけです、えー、競争がより激しくなるみんなディープラーニングを使うのが当たり前というレベルになっていきます、えー、そういうい意味では、まあ ディープラーニングができたから人間を超えますとかいうのはちょっとさすがによくわからないとでもこんな大したことないからすぐ終わるということもないということですどちらかというとこの技術というものをまあうまく理解して受け入れるということがまあ重要になってくるんだろうというふうに思っていますでその時にやっぱり問題になるっていうのはそのディープラーニングがブラックボックスじゃないっていう議論ですねでえとブラックボックスこれ、まあ、先ほど言った一個一個見りゃすごいシンプルな素子です <laughs> でもこれが数十万数百万奥、まあの単位でコネクションを持ってしかもさっきそのこう分業させるっていう言い方をしましたけどこういうことやるもんだから中の理解がどんどんわかんなくなっていくるわけですねその昔は誰かこのニューロンを見ればいいみたいなのがあったわけですけどそういうのが出てこなくなってくるわけですだから理解はどん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 難しくなっていくとそれでいって性能が上がるでしかも、まあ、タオルの例もそうですしこの液体の例もそうなんですけど いわゆる教えてないことに適応できるというのが売りなんですよ逆に言うと本当に教えてない想定がつかないことによって何をやりだすか予測はつかないっていうのはこれは原理上仕方がないということになります何か起こってしまった後に解析することは可能なんです、えー、例えばいろんな解析法がありますけどこんなのもそうで、えー、っとこれもうちの研究室でやってる自動運転なんですがこれこの子人間の運転をこう見せてるうちに運転できるようになったんですね で何見てんだろうっていうのを解析するとこれがどこを見てるかっていうのを見てますで人間の動きを見て真似れるようになった時から重要なポイントは何ですかって聞いたらまずレーンを見てるわけですねあこれはそうだろうと、まあ、道路ですからねところがですねこうそうなんです信号にちゃんと反応できるようになるんですねこれ青になると動き出すんですよつまり人間がそういう運転をしているというのを見てあどうもこの赤と青がポイントらしいということを自分で見つけてくるんですね なので解析は可能なんです、こうやって。解析は可能なんだけど、それは事後的に可能だということです。本当に与えられたときに何をしだすかを完全に予測できますかと言われると、ごめんなさい、それは難しいという結論になります。あと、これはあのその、えー、もうこうそういういろんな議論をしてた時の話なんですが、中身が分かんないけど、性能がいいというシステムを僕らはどうやって受け入れられるんだろうかっていう話ですね。えーと つまり間違いの間違い率だけ見ると人間よりは少ない人間よりは性能がいいけど間違えた時にはとんでもない間違いをすると信じられない人間だったら絶対しないよこんな間違いっていうのをやるというそんな感じのイメージのシステムですで僕らそういう存在と付き合ってないかというと付き合ってはある程度いるんですよねあのこれはよくいろいろ言われますけど例えば人間を今現在解除している犬とかは完全にホワイトボックスですかって言われたらそうでは多分ない。 でも僕らが十分付き合い方を知っている限りにおいて僕らはそれを信用して一緒にいることができる車が現れる前の馬とかもそうかもしれませんねあとこの辺の議論はあの法律の先生たちとやったんですがそう法律の先生たちにこういう AI の話とかしたらこんな怪しげなもん作るなんて怒られるのかなと思ったらそうじゃないんですよね。 先生ここまでだったらやっていいですって言われるんですけど、えー、とつまりそれはその動作をこうやった時にそのおかしなことをやった時にそれを作った人の責任されちゃうとちょっと困るんですねでその時に例えばそれは消費者の期待基準をちゃんと満たした上での事故だとかもしくはその最大に起こりうる事故っていうのがどの程度かを最,最初に言っておくとか、えー、もしくはこれは絶対予測できなかったということを証明するとかいろんな言い方で、まあ、現状の法律でもある程度は対応可能ですと。 あと責任の話もありましたがこれもまあこういうことを言っている方がいて要するにペットが起こした事故はペットショップのせいじゃないだろうっていうわけですね、えー、まあこれはえ飼い主だったわけですね、まあ、子供はお子さんが起こした事故を産婦人科の先生には言わないでしょうみたいなそういうことを言う方もいらっしゃいますあとこれはもう僕らには見当がつかないんですが現在真面目にやられている議論はその AI とかロボット自身が責任主体になりうるか。 まあ法人化すするということですね、えー、そうすることによってまあロボットというものにまあまあ税金を払うとかそういうようなことを真面目に議論しているということもあったりします。まあ、現在いろんなあの分野でデータを使ったディープラーニングの応用は進んでいますが今やっと実世界に利用できるようになってきていると、えー、その時にまあ出てくる問題意識っていうのはまあその身体というものを持っている機械が持つ、まあ 今獲得する知能という部分での興味ということと,、えー、とまたその責任論ということになってくるかと思います。で,で、まあ、その中で今日ちょっともうお話しする時間はないんですが。えー、と 僕がバックグラウンドでずっとやっているのはこういう研究で、えー、といわゆる認知とか知能というものを、まあえー、とロボットと神経回路もしくは世界のまあ関係の中で、えー、ロボット自身が内観的に持つ知能とはどういうものなのかということをやっている研究、まあ、これが実はさっきのタオル畳とかのロボットと実はつながってきているんですけど、えー、そういう研究の中にまたフィードバックされていくかなというふうに期待をしています。えー、と最後の1枚をじゃあ 強い AI っていうのはここで言うとまあ心を持ったらちょっと強すぎるかもしれないですけど、まあ、非常に自律性の高い AI ができたらっていうことで、えー、実言うとでにその、まあ、AI の開発者でいろんなルールっていうのが、えー、数年前よりいろいろ議論されております、えー、ちょっとまあこれ話のネタ的に僕はこういう AI はなかなかできないっていう立場を取ってる人間ですけどできないという立場を取ってる人間ですがあえてまあちょっとお話しすると。 アメ,リカまあ、アメリカ人だけではないんですけど世界中のいろんな研究者が集まって、まあ、あの作ったこのアシュローマ AI23 原則というのが有名なのがありますでこの中二22条にあるのはこの再帰的自己進化を持つようなもしくは自己複製ができるようなすごいまあ強い AI がで,、ね、できちゃった場合はそれは厳格な安全管理対,象の対策の対象とすべきであるっていうのがこれが向こうが作ったルールでございます。 で当然これ日本でででもやってそそううすすよねそうです日本の人工知能学会が作ったルールです。えー、人工知能学会の、えー、倫理用で人工知能研究者のための倫理なんですけど、この第9条は人工知能が <laughs> 人工知能のこと言ってます。えー、つまり、こういう AI ができたときにっていうのもあるんでしょうけど、人工知能が社会の構成員またはそれに準ずるものになるためには上に定めた、だから8条までが人工知能。 研究者が守るべきルールー8条まで書いてあるんですけど、えー、9条に上に定めた人工知能学会員と同等に倫理指針を順守できなければならないって書いてあるんです、ね、アメリカ人はもうこんなのできたらいきなり敵なんですよもう隔離して管理体制に入るんですね日本人はできたらいきなりもうお友達で一緒にルール守ろうねになってるわけですね、うん でもこれは僕はですね日本の強みだとも思ってるんですねこういう感覚になれるっていうのは世界では相当やっぱアイドルブリーの人がいたらなんなんかおかしくねみたいなことやっぱり言われましたからねだけどでもこの感覚っていうのはそのうまく 使えば日本の強みとして、えー、人工知能、もしくは、まあ、AI ロボットというものの,、まあ、あの社会の応用というものに使っていける、まあ、日本独特の文化なのかなと思いました。はいえー、最後あの、自分の本を、えー、本宣伝させていただいて終わろうと思います。どううもありがとうございました